はい、どうも。嘘がつけなければ政治家にはなれないと。正直な人は政治家になれない。残念ながら、現実そうなってるようですね。岸田総理は消費税は10年程度上げることを考えていない。すぐに増税で財政を埋めることは考えていない。まあこういうふうにね、だいたい1年前の2021年9月18日の自民党総裁選挙の候補の討論会でこう言い切った。岸田文雄総理。 この言葉は一体嘘だったのかそれとも見通しが甘かったのかそしてこの言葉を信用した私たち国民が結局悪かったんでしょうか詐欺師の論法ですけども嘘を見抜けないから君たちに責任があるんだよ。さすが岸田総理。統一教会からの詐欺の手法をいろいろとレクチャーを受けていた。まあそういった意味であの宗教団体とズブズブだったのかもしれませんね。そして同時に公明党 公明党もね、総科学会、こちらの方と随分と関係が深いようで、やっぱり信者を騙す術ってのは自民党に受け継がれていくんでしょうか。統一協会、そして総価学会、財務審理教っていうのが最近出てきました。怖いですね。まあ日本国民を全力で殺しにかかっている福田、岸田総理の支持率、未だに25%もあると、早く何とかしてくれということでございます。 そして、岸田総理が就任して1年、どんなことが起きてきたんでしょうか。例えば、年金支給額を引き下げる。ね。年金65歳まで支払い。支払ってるうちに死んじゃうよって話ですよね、これね。で、国民健康保険を2万,2万円増額。高齢者の医療費窓口負担を倍増。インボイス制度を強行。まあ、これに関しては消費税そのものをなくしてほしいですね。で、防衛費。 増税を強行。増税せずとも防衛費増額は可能ですよ。ガソリン税減税を否定。トリガー条項は一体どうなってるんだと。ここまでガソリン代が長く高くなったのに何をやってるんだと。で消費税減税を否定。というよりも消費税は廃止してください。詳しくは令和新選組のホームページまで。ということでね。令和新選組の、やっぱり私はね、まあ、消費税は廃止。これには大いに賛同したいと思います。岸田総理。 これで、年が越せる、と思ってるのは、総理だけですよ。こっちはひどい目になってますよ。歳なんて越せねえよ。どうしてくれんだよ。行く年、来る年。ねえ。もう、困ったもんですよ。